やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。さあね、あの天空のなんで下に行くんだ。天空の民とやら、あれか。これさ、世界樹とさ同じ位置に浮遊してんのにさ、この浮遊してる島に気づかないなんてことあんのかな。俺めっちゃ前から思ってたんだよね。気づかないのかね、ここ神の民だよって。雲とかに隠れてたりとかすんのかな。まあいいわ、そんなことどうでもよくて、一度ね神の民には来てるんですけど、そう、これが本当の姿なんですね。綺麗。ああ、あれじゃん、落ちてたやつね。はい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 。なんだよここは、町ごと空に浮いてるのか。まあ主人公も初めて来るよな。出た。古の昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。ドラゴンボール見たことないからさ、わかんないんだよねあんまり。ですが、でも魔人ブーみたいだよね。闇が空を覆い、遥か天高くより最悪が飛来しました。その最悪の名は水ゼル。あ、やっぱそうだね。地上に現れた黒い太陽、あれは水ゼルファの復活を示しているのかもしれません。水ゼルファとはかつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。ごめんなさい、風がねちょっと来てるな。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ長老様のもとへお越しください。了解。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。よし、では神の民をちょっと探索していきましょう。勇者様ようこそいらっしゃいました。ここは古の昔より、命の大地に、使える一族、神の民が住む里です。長きにわたって天空より訪れた潮を見守ってきた一族として、あなたにお伝えすることがあります。まずは長老様のお話を聞きくださいと。はい、了解です。とりあえずね、あの太陽の神殿周りをちょっとぐるっと回ってみましょうかね。あんちゃんどうしたんだい。あー待って、この子あれじゃない。あ、違うか、この前いた子じゃないよね。ちょっと話し方が違った。もうな、顔みんな一緒すぎてわからんわ。はい、君、サマディの上空に、邪悪な力。サマディ知ってんだね。やつはこのまま放っておけば瞬く間に世界は滅びの道を歩むだろう。一体どうすれば。あ、そう、ニズゼルファ。あ、待って、いるじゃん。ちょっとごめんね。はい、ありがとう。ニズゼルファっていうのはさ、なんだっけ、ウルノーがぶっ壊したじゃん、勇者の星。だから復活できなかったんだけど、まあ簡単に言えば、あのまま復活してたら2体ね同時に魔王が出てたってことだもんね。そりゃウルノーが倒しに来るよな。魔王かどうかわかんないんだけどね。またなんかコメント欄で言わそうだな。あんまり言いすぎるとちょっとやめよう。人間さんが神の里に来るなんて珍しいよね。ケタスに乗ってきたのかしら。他の種族の人が、この里を来ることなんてほとんどないから関係するわ。そうだね、まあ勇者1個くらいじゃない、前回来たの。ケタス乗ってしか来れないもんね。だってここの民の人はさ、ケタスのこと知ってるんだもんね。あー、なんかラジオ体操でもしてるんですか。はい、わかりません。祈りね。じゃああなたも祈ってるね、きっと。宝箱は特に何もなさそうだから、ちょっとこっち側。はいはいはい。この太陽の神殿の奥には世界誕生の時からこの世を照らしてきた聖なる神の炎が安置されている。だが今は入ることができない。じゃあ入れないんだね。じゃあちょっと右側からぐるっと回っていきましょうか。よっ、あれだね、忘れられた塔みたいな感じのギミックなんだねこれ。はい、どうも。馬いるんだ。
私は学問的研究のため、動物を集めている。神の民にとって普段見ることのない地上の動物はとても興味深い研究対象なのだ。特に馬と呼ばれるこの大きな動物は人間を背に乗せ走ることもあるらしい。とても研究。どうやって連れてきたんそれ。めっちゃ気になるんだけど。神の民はさ、下に降りることってあんのか。でも見たことないから、めったに降りないんだろうね。ちっちゃ、入らせてくれ。あ、違う、宝箱じゃねえじゃん。壺が。ドラクエ10なあ、のこれ壊せる仕様だったらな、めっちゃ良かったんだけどね。なんかそれが当たり前だと思ってたからさ、なんか覗く仕様なんだよね、ドラクエ10は。ちょっとあれやだな。黒太陽が再び現れるなんて、とうとう、伝承に語られる大いなる最悪が蘇ったのね。でもご先祖様の力、ご先祖様たちのように戦いにも長い時の中で力を失った私たちじゃどうしようもつか。なんか力あ持ってたんだね。あの神だもんね。そりゃ力あるわな。あんたらが倒してくれてもよかったのにね、勇者じゃなくてもな。ほらキメラいるんだよな。なんでだ。神の民の里に魔物がいて驚いたかい。魔物にもいろんなやつがいて、全部が全部悪いや魔物じゃない。見てくれは、ん、見てくれ、見てくれは恐ろしくても、は、見てくれは、見てくれはどっち。私は神の民の里の盾事職人よ。日々のエビ、美しい音が出る盾ごとの作り方を研究している。じゃあせいには作ってもらえんちゃいますか。あー、ちょっと入れない。モンハンと操作がちょっと若干違うからね。おー、明治キメラですか。私たち魔物の世界にはハイセンスな、あ、魔物の世界にはないハイセンスな商品がたくさん売っている。地上にいるおじさんにお土産でも買って。どうやって来てるのか。飛んできてるんだろうね、きっとな。はい、よろずや、ありがとうございます。はあ、セラフィムスティック。わあ、今いくら、めっちゃ金あるやん、俺。ちょっと待って。あ、ごめんごめん、これね、あ、ちょっとごめんね。あの、後から、装備整えますね。ちょっと後から見よう。驚かないで、僕は悪い魔物じゃないよ。季節ごとに大陸を移動する渡りキメラさ。はあ、なるほどね。この里は大陸を渡る途中で休憩するのに持ってこいだから、夫婦で泊まらせ。ああ、あれ、奥さんってこと。ちょっと待って、どっちがどっちなんだろう。わかんねえ。あ、普通のキメラなんだね、あのピンク色も。そうですか、そうですか。じゃあ次回かな、長老様のお話から。ごめんね、探索ばっかで。教会か。神の民は世界が誕生した時からロトゼタシアを見守る最古の種族なんだ。人間はもう忘れてしまったようだけど、昔神の民と人間との間では交流が盛んで、地上と天空を互いに行き来していて。そうなんだ。あ、へえ、そうなんだね。普通に来れたんだ。じゃあ、教会ですね。はい、何もない。何もないんで、こっち。なんかレシピとかないっすか？ないっすね。お、超万能薬、万能薬。道具もね、なんかうまいこと使ってるようになりたいな。もしかしてお主ら人間か。やはりそうか、人がこの里に来るのは久しぶりじゃの。何十年何百年、いやもっとかの。この里は空気が薄く、人間にとっていろいろ慣れないこともあるじゃろうが、せっかくだからゆっくりしていきなさい。いいやつかよ。宝箱ではないな、キノコかい。進んでいこう。あ、これ、あ、待って、向こう側行けないじゃん。まあいいか、後で裏で探索しとくか。よくいらっしゃいました、勇者三尾と、この三尾の王、ちょっと やめときゃよかったな。めっちゃ読みづらいわ。あなたをお出迎えするためにたくさんの神の民が集まっているので、早く顔を見せてあげてください。はい、わかりました。やっぱ結構高いところにあるんだな。そりゃわからんか。今何分だ。9分ね。ちょっと、あー、聞いちゃうんだな。聞こうか。こちらが我らが長老イゴルタプ様です。長老様は神話の時代から生きている方だよ。あ、あれじゃん、これあの少年じゃない。普段は深い眠りについておられるから、めったに目を覚まさないんだ。勇者を前にすればイゴルタプ様も目覚めると思いましたが、仕方ありません。この里に伝わる神話について私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。
いにしえの昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙い、このロトゼタシアに現れました。邪悪の神なんだね。邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪な正気で地上を怪我したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、一人の救世主を地上に遣わしていたのです。その者の名は老主、あなたの祖先、伝説の勇者です。老主は祖先になるんだね。老主はケトスの背に乗って大空を舞い、広大なロトゼタシアの大地を巡って共に戦う仲間を集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。4人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。長き戦いの末、ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ。残念ながらそれは私にも分かりません。ですが勇者が生まれた意味は分かります。あなたと邪神は表裏一体、邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ、起きた。おお、長老様がお目覚めだ。みんな静かにするんだ、長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼れ、苗木が全てを知っておる。大樹様の苗木そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。はい、了解です。よっしゃー、話が、おい宝箱、これしか気になってません。やった、最後の鍵だ。これな、ちょっと最後の鍵巡りしようか、動画でな。前回ね、魔法の鍵巡りをねやってなかったからね。小悪魔ワンピ、これねめっちゃいいんですよ。あとこっちがベロニカ用の服ね、エンジェルワンピー。勇者と邪神は表裏一体、あなたは邪神を倒すため命の大樹によって使わされたのです。邪神を倒せるのはあなただけです。何卒邪神ニズゼルファを倒しろとゼタシアにペアを。はい、任せなさい。苗木が全てを知っているクローン様はこの言葉に心が当たりあるみたいだね。クローン様は、はい、了解了解。じゃあちょっといろいろ探索しつつ、次太陽の神殿の前で、再開していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。